ハロウィルは、どうもこんにちは。本日なんですけどね、おすすめの本、こちら。1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365、現代編っていう本なんですけど、この本ね、ちょっとものすごい本なんでね、ぜひおすすめしたいなと思います。まあ、特にこの2020年読書の秋、まあ、この秋にね、ぜひ皆さん読んでもらいたいなと思います。で、なぜなら、この本っていうのは結構ね、芸術についても載せてくれてるんですよ。例えばその、月曜日に人物、火曜日に文学、水曜日に音楽、木曜日に映画、金曜日に思想と社会、土曜にスポーツ、日曜に大衆文化をね、説明してくれてると、で、365日、1年間で365個学べるってことなんですけど、印象的だったのが、まず、ピカソがすごく印象的だったんですよ。あ、ピカソ。あの、スペインに生まれた芸術家。偉人ですよね、要は。で、なぜ、で、僕、ピカソのどこに驚いたかというとね、パワフルさなんですよ。エネルギッシュさ。なぜなら、彼ってね、88歳の1969年だけでも、笑顔165点、デッサンを45点作ってるんですよ。その1年間だけですよ。88歳の1年間だけで、笑顔165、デッサン45個ってすごくないですか？エネルギーやばいじゃないですか。で、彼はね、90歳で亡くなるまでひたすら絵とか描き続けたと。なんか、エネルギーがすごいなと。なんかもう、その年になってまだ描きますかっていうのが、なんか多分その好奇心とか、なんかその、もうなんか違うんでしょうね、圧倒的に。その、まあ、やっぱりエネルギーがすごいと学ぶことも多いなということでね。やっぱり天才と呼ばれてるゆえんがね、分かるんじゃないかなと思ったりとかっていうことを、まあ、知れると。僕、この本を読むまでね、そういうこと知らなかったんですよ。だから要はね、そういう本を書くことによって、まあ、そんなエネルギッシュなピカソの一面も知れたっていうだけでもすごく良かったですし、まあ、他にもね、罪と罰っていうね、ドストエフスキーの有名な小説であったり、こちら日本人が書かれたんですけども、あのアマゾン、ジェフ・ベゾスのお気に入りのね、あの愛読書であるこの日の名残っていう本が載ってたり、他にもね、世界中の有名な小説であったり、映画であったり、文学であったり、人であったりね、まあ、政治のその思想であったりね、たくさん載ってるんですよ。まあ、他にもね、まあ、例えばそのハリー・ポッターとか、その J.K. ローリングさんっていう人は、もともとその生活保護を受けながら小説を書いてたらしいんですよ。要はその、めちゃくちゃその、貧しかったと。シングルマザーとして、貧しい中でも小説を書き続けてあんだけ大ヒットしたっていう、なんかすごいですよね、これ。っていうことが知れたりね、いろんなその、世の中には知らないことばかりでも、今、まあ、やっぱり、ね、この本を読むことによってね、世の中にはまだまだ知らない素晴らしいことがたくさんあるんだなっていうことに気づかされるんで、ね、ぜひ皆さんこれを読まないのは非常にもったいないと思うんでね、この読書の秋一度読んでみてはいかがでしょうか。ちなみに2380円プラス税なんですけど、全然そんなことなくて元は全然取れるんで、ね、私の動画下の概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録まだの方はね、ぜひよろしくお願いします。ではじゃあな。